釧路市にあるタンチョウアリーナです。熱戦が続く第36回日本アイスホッケーリーグは舞台をレギュラーリーグからプレーオフに移して今日からいよいよセミファイナルが行われます。こちらからは首位の日本製紙クレインズ対4位の国土の1回戦をお伝えしますが、この放送解説には日本製紙クレインズの元コーチ重野健二さんをお迎えしてお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今月10日で120試合すべてが終了したレギュラーリーグですが、順位はご覧のようになりました。首位は日本製紙クレインズ、28勝12敗、勝ち点が 59.5。 クレインズはチーム史上初めてのレギュラーリーグ1位で終了しています。以下西武、王子と続きディフェンディングチャンピオンの国土は4位に終わっています。そしてレギュラーリーグ終了後に行われた個人表彰についてもお伝えしておきます。まずベスト6です。ゴールキーパーは日本製紙クレインズのドプソン、ディフェンスはクレインズの伊藤健吾と西武の大川ダニエルです。ドプソンと伊藤健吾は2年連続2回目の受賞です。フォワードです。フォワードはバックスのコフマン、そしてクレインズのダーシュ三谷、西武のクリス・ブライトということになりました。助っ人の日系人外国人選手がそれぞれ選ばれています。続いて得点王です。得点王は日本製紙クレインズのダーシュ三谷、30ゴールです。ダーシュは3シーズンぶり2回目の得点王に輝いています。アシスト王は同じく日本製紙クレインズの竹内元明、37アシストで初のタイトル獲得です。そしてポイント王は得点王に続いてダーシュ三谷、66ポイントです。三谷は2冠を達成しています。次に最優秀新人賞です。こちらは日本製紙クレインズの伊藤雅俊です。伊藤雅俊は40試合フルに出場して48ポイントを挙げました。これは33回リーグで国土の鈴木貴人が記録した47ポイントを上回り新人レコードです。またスカイエースリースターズはバックスのコフマン、チーム順位は最下位でしたがバックスは活躍が認められての嬉しい受賞となりました。続いてここでセミファイナルの開催方式を確認しておきます。プレーオフは上位4チームで行われますが、セミファイナルは昨シーズンまでとは違って3戦行って2戦先勝となっています。上位チームのホームリンクで開催されますので、ここ釧路で1位のクレインズ対4位の国土、東伏見で2位の西武対3位の王子がそれぞれ行われます。ホームアドバンテージも上位チームが持ちます。また延長の場合は15分間のインターバルの後20分間のサドンデス方式による延長戦が行われることになっていて、決着がつくまで繰り返すということになっています。さて重野さん、はい、いよいよこのセミファイナル始まりますけれども、非常に見応えのある試合になりそうですよね。そうですね。クレインズがね、初めてレギュラーシーズン首位でね、このプレーオフに入るっていうことがね、やっぱりすごいなと思いますよね。はい、レギュラーリーグでは6勝2敗ということで圧倒的に日本製紙クレインズが有利だったんですけれども、やはりプレーオフというのは違うもんですよね。そうですね、やはりね、今こう上がってくる前にね、釧路連盟の矢口理事長さんとお話したんですけども、はい、やっぱり国土はね、長年かけたその歴史というんですかね、伝統ありますんで、そう簡単にねレギュラーシーズンのようにはねクレインズもいかないんじゃないかっていう話はしてましたけどもね。まあこのプレーオフ制するにはね、レギュラーシーズンの結果を見るとね、クレインズの方がやや有利なんですけども、いかにその普段のプレーができるかできないか、それにかかってくるんじゃないかなと思うんですけどね。そのあたり注目して見ていきたいと思います。熱い戦いが予想されますプレーオフのセミファイナル、日本製紙クレインズ対国土の1回戦は間もなくフェイスオフです。ピロードが始まりました。プレーオフのセミファイナル、日本製紙クレインズ対国土の1回戦です。左から右に攻める白いユニフォームがホームの日本製紙クレインズ、そして右から左に攻める青と黄色のユニフォームが国土です。重野さん、はい、日本製紙クレインズは3つ目のセット、そして国土は1つ目のセットですね。まあクレインズはいかに守るかって感じですよね、最初ね。まず打っていきました24番のマスコ、国土の方はマスコ、桑原、そして内山というラインを組んでいます。
クレインズの方は石黒史郎、佐藤正和、そして佐藤正史です。ここで両チームセットが変わりました。クレインズの方は第1セットが出てきています。そして国土の方は2つ目のセットです。まずやっぱりこの立ち上がりというのは非常に大切だと思うんですが、シュート、伊藤健吾が打っていきました。ゴールの左上に外れています。両チーム足は動いてますよね。動いてますね。ダーシュ三谷からアタッキングゾーンに、アイシングはありません。ゴールの後ろ、クレインズがアタッキングゾーンです。ルーキーの伊藤がアタッキングゾーンに入れていきます。クレインズの方は強力な第1セット、ダーシュ三谷、そして竹内、ルーキーの伊藤というラインが出ています。ダーシュは得点王とポイント王、そしてリーグのベスト6、竹内はアシスト王、さらにルーキーの伊藤は最優秀新人賞に輝いています。非常に強力なセットです。もう一度アタッキングゾーンに入れて、クレインズが攻め込みたいところですが、パックは国土がキープしています。ゴールの後ろからパックをつないでいきます。ニュートラルゾーンから戻していきたいところ、ここはアイシングとなりました。立ち上がり両チーム気合い入ってますね。はい、動きいいですね。まあ、今のところまではですね、国土が攻めるんですけども、クレインズがアタッキングゾーンとニュートラルゾーンで抑えてるっていうような感じですね。日本製紙クレインズは28勝12敗、勝ち点 59.5 で、今シーズンレギュラーリーグチーム史上初めての首位で終わっています。一方ディフェンディングチャンピオンの国土は21勝19敗、勝ち点44点で4位に終わっています。まあ、いろんなデータ、ね、データを、ね、調べるとやっぱりクレインズの方がやっぱり有利なんですよね、どう考えてもね。でも、まあ、短期決戦なんでね、そのデータが、ね、本当に当てになるかどうかっていうのもこうまた興味あるところですよね。はい、まあ、沢崎監督の方は特にそのプレーオフだからといって意識はしないと、平常心で自分たちのホッケーをすれば結果は見えてくると話しています。さあ、ゴールの後ろからチャンスを作っていきます。クレインズ、クレインズの方は腰越え、飯塚、山野というラインが出ています。国土の方は酒井、そして鈴木隆人、坂田というラインです。国土がアタッキングゾーンに入れてセットが変わっています。ニュートラルゾーン、クレインズがもう一度アタッキングゾーンに入れていきます。両チームアタッキングゾーンにはそれぞれ入るんですけど、なかなかチャンスらしいチャンスはないですよね、まだ。まあ、上手に守ってるっていう感じじゃないでしょうかね。はい、まあ、やっぱり守り当然意識してますんでね。フェンス際コーナーからクレインズ、19番の中村達也から石黒史郎です。ゴール前には辻がいます。の方は変則的ではありますけれども、4つ目もちゃんと使ってきてますね。今日はフォワード2人スペアで入ってますんで、はい、ここで反則がありました。国土にペナルティ、ホールディングのペナルティがありました。今の中村達也に対するホールディングですね。そうですね、今中村達也コーナー非常に強かったですね。まずは第1ピリオド立ち上がり、はい、国土にペナルティがありました。はい、茂野さん、これ大きいんじゃないですか。大きいですね。まあ、あの辺が中村 の, 持ち味ですからね、たまらなくなって反則したんでしょうね。今のシーンです。まあ、試合の直前にですね、雲上前監督とですね、はい、ちょっと電話つながってちょっと話したんですけども、立ち上がりにいかに失点をしないかということをおっしゃってたんで、ここがちょっと見どころですね、ゲームの ね、はい、クレインズはレギュラーリーグでは非常に圧倒的な強さのパワープレーを見せました。さあ、三谷、石黒史郎、ジャストミートしません。パックがこぼれています。そして後ろから伊藤健吾、つないでディックがいます。ディック、伊藤健吾、三谷、そしてルーキーの伊藤と石黒史郎というこの5人が入っています。一旦ニュートラルゾーンまで出ました。第1ピリオドの立ち上がり、日本製紙クレインズがここでゴールを決めれば随分流れが変わってきますよね。変わりますね。勢いがつきます。シュート、体でよく守りました。11番の川口、この川口も怪我をしていまして、ようやくシュートを打っていきます。ユール、その後
片山たつきが行きましたがシュートは打てませんでした。ショートハンドの国土がチャンスを作っていきます。そして今度は3対2オフサイドが取られています。今はまず国土 の、 あのショートハンドの攻撃の方から、あのショートハンドの守りはあれじゃないですかね、ビデオか何か見て研究して、あの高めのディフェンスには速いプレッシャー、真ん中の相手でさっき伊藤志郎が空いてたんですけれども、ここですね、まずユールが強烈なシュート、その後リバウンドを出たところ、後ろから片山たつきが行きました。行きましたね。守り結構研究して速いプレッシャーって言ってね、空いてるスペースを埋めてましたね。国土の高木邦夫コーチはとにかく日本選手権のパワープレーというのは脅威なので、今日も試合前のミーティングでは PK の試合の運び方というのをもう一度選手たちに確認させるというふうに話していました。第1ピリオドの立ち上がりに日本選手クレーンがパワープレーのチャンスを迎えています。クレーンズとの、国土のゲームの発展の成績がですね、半分がパワープレーのゴールなんですよね、クレーンズはね。シュート、腰越えを打っていきます。岩崎が左手でクリアしました。92番の腰越え、11年目の29歳です。積極的にゴールを狙っていきました。日本選手クレーンズのパワープレーは残り22秒です。今のシーンです。この位置から打っていきます。とにかくどんどんアタッキングゾーンに入っていったら打っていけという指示があるようなんですけれども、残り時間は20秒です。ダーシュ、三谷、竹内、そして伊藤というラインです。ディフェンスは原武と伊藤健吾、この5人が入っています。さあチャンスになりそうな国土だったんですが、ここは抑えられています。今も狙っていきましたよね、国土が。来ましたね、はい。残り時間がもうあまりありません。ここで三浦のペナルティが解けました。しかしまだチャンスは日本選手クレインズ。リンク上は5人対5人に戻っています。逆サイド、国土がパックを奪っています。内山、12番の内山がアタッキングゾーンに入って、自分でゴール前まで切り込んでいきたいところです。しかし原武がついています。今のクレインズのパワープレーなんですけれども、どうですか。形にならなかったですけどね、そんなに特別悪いとも思いませんでしたけども。そしてここで反則がありました。伊藤健吾と八幡です。随分立ち上がりから選手が熱くなってますね。両チーム1名ずつ挙げられます。クレインズは伊藤健吾、そして国土は八幡です。この気持ちがやっぱり前面に出てしまうっていうのがあるんでしょうかね。そうですね。このフェンス際ですね、先に伊藤が行きましたね。負けてませんね、2人とも、はい。リンク上は4人対4人です。第1ピリオド6分19秒が経過しています。リンク上は4人対4人の攻防です。さあ国土がチャンスになる。シュート打っていきました。ユールが打っていきます。昨シーズンのリーグベスト6、MVP に選ばれたユールです。ここは倒されました。レギュラーシーズンの第7戦でですね、クリスユールに4点か5点入れられてますから ね、今も少しヒヤリとする場面がありましたけども、この4人対4人の場合は非常にスペースが広く使えますので、両チームいろいろこう考えながらプレーしなきゃいけないと思うんですけれども、通常は、ね、個人技の優れてる方が有利と言われてるんですけどね、はい。国土がディフェンディングゾーンでつないでいきます。両チームの監督とにかく先取点を取って波に乗りたいということを話していたんですけれども、今日は動きいいですからね、両方とも。いいですね、はい。国土がアタッキングゾーンです。酒井がキープして、そして川口、鈴木貴人がいます。16番の酒井は日本リーグ最年長プレーヤーとなりました。14年目の37歳です。プレイングコーチとしても3年目を迎えています。チームの大黒柱ですからね。クレーンズが初めてプレーオフに参加した時にですね、はい、国土に2勝しまして、はい、白に来たんですけども、酒井選手1人にやられたっていうのはそのぐらいの活躍してましたね。そうですよね、クレーンズとこの国土のプレーオフの顔合わせっていうのが今年3回目を迎えるんですけれども、
澤崎監督は過去2回非常に嫌な思いをしたのでその雪辱を晴らしたいということを言ってましたね。まあ、今重野さんおっしゃったように1回目の時はその2戦勝ってこっち戻ってきて3敗ですよね。そうですね。そして昨シーズンは東京で3連敗ということで釧路にも戻ってこれませんでした。ここで両チーム選手が戻って5人対5人です。国道がアタッキングゾーンに出ていきます。八幡、ユール、そして二兵というラインが出ています。国道の方は2つ目のセットです。国道がコーナーパックを奪います。アタッキングゾーンに入っています。クレインのチェックも早いですけどね。なんとなく国道がパック持っているようですけど、はい、あのクレインがよく守ってますよね。全然あのピンチになってないというか、はい、まあこれ、まはい、これが2年3年かけてあの守りのシステムを、ね、こう練習してきた形が今年になってやっと確実にできるようになったというところがやっぱり記念日 の, あの勝ち星が、ね、多くなった原因の一つでもあると思うんですよね。クレインズがアタッキングゾーンに入れていきます。まあ、クレインズは今シーズンチーム史上初めてレギュラーリーグ首位で終わったわけなんですけれども4年連続のセミファイナル進出。まあまあ、昔はそのプレーオフに出ることが目標だって言ってたチームが今ではもう当たり前になってね、今度は優勝という新たな目標ができてますもんね。はい、まあ、今年の、ね、最初の目標はあの2位以内に入って、はい、あのプレーオフが、ね、この会場釧路から始まるということで始めたんですけど、まあまあ、さあ伊藤圭吾、はい、シュートは打てませんでした。もうし優勝が、ね、見えてきたというかね。さあチャンスになります。山野がキープしています。そして飯塚、山野、飯塚、腰越というラインです。ゴール前に出していくんですが国土もよく守っています。さあ今度は酒井から2対1になります。坂田が酒井に出す。ゴール前ちょっとタイミング合いませんでした。しかし今の攻撃はいいんじゃないですか。今両チーム合わせて初のスコアリングチャンスというエリアですよね。さあ今度はスピードに乗って佐藤正史かわしてゴールに突っ込んでいきました。ゴールに体ごと突っ込んでいきました。14番の佐藤正史非常にアグレッシブなプレーです。キーパーの岩崎と交錯してゴールが動いています。そして反則なんですね。今のトリッピングが取られています。ただやむを得ないですね。思いませんね今ね。もうこれ止めないとキーパーと1対1になってしまいます。まあ、こういうプレーは非常に佐藤正史の場合多いんですよね。非常にスピードがある選手なので。そうですね。もうあの宮内ですか今のは、はい、対応しきれなかったですよね。サンよく頑張りましたよね。追いつきました。リンク上は5人対4人日本選手クレインと2回目のパワープレーチャンスです。伊藤健吾からディックゴール前に出していきます。リバウンド国土が取り返しています。まだアタッキングゾーンだ。さあ最初はシュート。あーゴール決まりました。伊藤雅俊のゴールが決まっています。ルーキーの伊藤が素晴らしい先制ゴール。日本選手クレインズ第1ピリオドパワープレーゴールが決まっています。決めたのはこの頼もしいルーキー伊藤雅俊です。今はまず自分で打ってそのこぼれたところを自分で、はい、当たってますね。自分でバックハンドで押し込みましたね。背番号18番最優秀新人賞に輝いた伊藤雅俊がゴールを決めました。今のシーンです。ここからまず打ってそのリバウンドもう一発自分で押し込んでいきました。そして大きなガッツポーズが出ています。このプレーです。ゴールは伊藤雅俊、アシストは20番のダーシミタニです。いやそれにしてもやっぱりまたここで反則ありましたね。クロスチェッキングのペナルティ珍しいですね。伊藤雅俊がペナルティです。この2人ですね。クリスウィルと2人で上がってきましたけども、あのこの伊藤という選手は非常にペナルティが少ない選手でもありますよね。そうですね。あまりそのコーナーで激しく当たったりする選手でもありませんし、はい、あの40試合フルに出場してそして第1セットで活躍しているにもかかわらず大体自分のペナルティが5個ぐらいしか今シーズンなかったということなんですが、そのあたりも選手としては素晴らしいですよね。まあ、あのいろんなタイプありますからね。反則、まあ、しない方がいいですけれども、はい、まあ、それ一概にはそうは言えないんですけども、
さあリンク上は4人対4人となっています。先制したのは日本製紙クレインズ、ルーキー伊藤のパワープレーゴールが決まっています。さあそして今度はディック打っていきました。ゴールのわずか左に外れています。もう一度ディックにチャンスが巡ってくる。シュート、今度は体で抑えます片山達樹。この片山もしばらく戦列を離れていましたが今日は必死の守りを見せています。竹内アシスト王に輝きました。竹内から三谷、そしてゴール前岩崎が抑えています。国土のゴールキーパーはベテランの岩崎慎一です。レギュラーリーグでは29試合に出場しました。まあ、11年目の33歳、今シーズンはルーキーの福藤も非常に頑張ったんですけれども、やはりこのプレオフという大舞台は大舞台はこのベテランに任せたいということを高木久美男コーチは話していました。まあ、先ほども言いましたけども短期決戦なんでね、ここはやっぱりベテランの経験豊富なところがやっぱり頼りになるんじゃないですかね。フェースオフは国土に出ています。第1ピリオド間もなく12分が経過するところです。1対0、日本製紙クレインズが1点のリードで試合を進めています。さあクレインズがチャンスになります。アタッキングゾーンです。ゴールの後ろぐるっと回って佐藤正史、国土が取り返しています。現在リンク上は4人対4人、ペナルティーボックスには国土がユールクリス、日本製紙クレインズはルーキーの伊藤が入っています。シュート打っていきました。ゴール前チャンスになりますが得点にはなりません。今もですね、はい、あのドクソンを簡単に止めたようですけども、非常に危なかったですよね。鈴木孝人でしたか、打っていったのは、はい、のリバウンドですね、はい、今宮内か誰かがリバウンド取られたんですけどね、はい。まあ、国土の方もアタッキングゾーンには攻め込んでいるんですよね。今まではですね、はい、あのお互いにこう守る意識で結構やってたんですけども、ここに来て攻めの意識がだんだん出てきたんで、お互いにこう薄くなってきてるっていうのはありますよね、守りが。選手がそれぞれ戻りました。リンク上は5人対5人です。ここで選手倒れましたがペナルティはありません。クレインズがアタッキングゾーンです。石黒史郎、そして佐藤正人、あ、ここでまた反則がありました。フェンス際クロスチェッキングですね。国土にペナルティがありました。キャプテンの中島谷裕次郎です。今のシーンです。このフェンス際石黒に対してのこのペナルティです。もうクロスチェッキングですね。国土の方はどうでしょうか、まあ、ちょっと反則が多いですよね。ここまで5つということになっているんですが、まああのね、ペナルティはつきものなんですけどもね、先ほどの、ね、宮内君のようなあのペナルティはしょうがないにしても、今のような安易なペナルティはね、クレーンズパワープレー得意ですからね、十分に気をつけなきゃいけないと思うんですけど、まあ、今シーズンは特にレギュラーリーグでも非常に厳しい戦いを強いられた国土なんですが、まあ、反則で自滅するケースというのが非常に多かったので、このプレーオフでは絶対にそういうことがないようにしたいと高木邦夫コーチは話していたんですが、レギュラーシーズンのパワープレーのクレーンズのパワープレーのデータがですね、はい、32% ぐらいなんで、まあ、今5回目ですか、まあ、両方入っている分もあるんですけども、3回に1回は入りますんでね、その辺も考えて国土プレーしなきゃいけないですね、はい。そのクレインズのパワープレーです。竹内がシュート、セーブします。岩崎一旦ニュートラルゾーンまで戻りました。32番の竹内、13年目にして今シーズン初のタイトルを獲得しています。ショートハンドの国土がキープして、鈴木孝人です。ゴールの後ろずっと上がっていきます。パワープレーの残り時間はあと55秒です。今日の先制ゴールは日本製紙クレインズパワープレーゴールで決めています。激しくぶつかっています。石黒から伊藤健吾、そしてディック、クリアします。国土はなんとかクリアしました。残り時間30秒。さあ三谷からルーキーの伊藤、まだチャンスになるか。ゴールの後ろ、ゴール前、三谷がシュート、2点目が入りました。
決めたのはダーシュビタニ。日本製紙クレインズまたしてもパワープレーゴール。第1ピリオド2対0リードを広げています。しげのさん、今のもよく見て落ち着いて決めましたけれども、その前のね、伊藤のパスも素晴らしかったですよ。見て出したのかたまたまそこにいたのかわからませんけども、非常にいいパスでした。今のシーンご覧ください。ここでまず打つかなと思ったんですけどね、ゴールの後ろを回っていって、はい、そしてゴール前の三谷に、この後ろに三谷がいたんですが、はい、難しいところ狙っていきましたよね。もうゴールキーパーのタイミング外して打ってますからね。よくここで岩崎の動きを見てそれから打ちました。まあもうあれですね、国土もいよいよ持って反則ができなくなったっていう状況ですんでね。これ2点ともパワープレーゴールですからね。さあまた三谷が行きます。ゴール前、伊藤雅俊が合わせていきました。クレインズがどんどんゴール前チャンスを作っていきます。シュート、八幡のシュートはゴールの右上。しげのさん、第1ピリオドここまで見ている限りではレギュラーリーグの日本製紙クレインズの勢いというのはまだ続いてますね。もうなんかのデータ通りのゲーム展開っていうんですかね、シュート打ってきました。坂田ゆる押し込みに行きましたがドプソンを抑えています。そしてゴール前で選手がもみ合いになりました。坂田ゆる、そしてこのこぼれたところを狙っていきました桑原でしょうか。ユールですね。払ったけとユールですね。今ペナルティーボックスに1名ずつ上がることになります。あ、今のシーンですね、坂田が打ってこの後ろからユールが打って、その後ここで払ったけとユールが揉み合いになったような形になっています。最初はね、誰と誰ってことないんでしょうけども、ペナルティーボックスには原武とユールが入っています。リンク上は4人対4人です。まあ、この試合始まる前は国土の方もですね、レギュラーリーグでは本当に厳しい戦いだったけれども、プレーオフというのは別物なんだと、全くレギュラーリーグとは違って短期決戦でそれだけ集中してプレーができるので、今までとは違う試合を見せたいというふうに話していたんですけれども、ここまで見ている限りでは勢い流れというのはクレインズですね。そうですね、ゲーム始まりまして、クレインズが1点取るまではね、お互いに同じような展開でね、同じプレーしてたんですけどもね、はい、あのペナルティーからちょっとクレインズがまた本来のプレーに戻ったというか、はい、さあ国土がアタッキングゾーンです。酒井がいます。そして鈴木貴人、川口、宮内、この4人が国土アタッキングゾーンに入っています。ゴールの後ろ、酒井がバックハンドで打ちますがドプソンが抑えています。こちらが酒井です、チームの大黒柱。そしてゴールを守ります守護神はドプソン、背番号33番、4年目の34歳です。防御率は 91.1% したレギュラーリーグ。一方国土の方はこのベテラン岩崎がゴールを守っています。クレインズがアタッキングゾーンです。伊藤から三谷、シュート打っていきました。ルーキーの大沢、そのリバウンドを伊藤健吾が打ちます。この伊藤健吾もリーグのベスト6に2年連続で選ばれましたが、本当に攻守にわたって素晴らしい活躍ですよね。大沢が打ちます。今なんかでもあれですもんね、フォワードの位置にいてリバウンド叩いてますからね、攻守にあれですよね、活躍ですよね。そうですね、今シーズンはレギュラーリーグ34ポイント上げていて、これはディフェンス部門ではトップの成績になります伊藤健吾です。まあ、個人的にもやっぱり去年と比べると、その一つ一つのプレーが自分でもやっぱりスキルが上がったと思うっていうふうにちょっと話してましたけれども、思い切りがいいですよね、彼のプレーは。いいですね、前に行きますからね、どん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 、はい、
第1ピリオド17分30秒が経過しました。現在2対0、日本製紙クレインズが2点のリードで試合を進めています。2点はともにパワープレーゴール、ルーキーの伊藤将俊、そしてダーシミタニが決めています。追いかける国土は、さあこの後どういう試合運びを見せることができるでしょうか。ここでユールと原武戻っています。リンク上は5人対5人に戻りました。さあユール、そして逆サイドには八幡がいます。ユールが自分で打つ。さあ今度はクレインズ、佐藤正史、佐藤正史から佐藤正和、お兄さんにつないできました。シュートは岩崎がセーブしています。怪我から復帰しました川口が自分でアタッキングゾーンまで入っていきます。まあ、国土の方はレギュラーリーグの終盤非常に怪我人が多くて、まあ、最終戦はディフェンス4人で回していたということなんですけれども、このプレーオフには一応メンバー戻ってきていますが、まあ、万全ではないでしょうけれどもね。そうですね。どうでしょうか、その2点追いかける国土のプレーなんですが、どうご覧になりますか。いや、特別悪いわけではないですよ、はい、たまたま反則でね、キネズがパープレーで点取ってますけども、まだ1点入るとね、ムードも変わりますし、そういった意味では全然わかんないですけどね。伊藤健吾と鈴木貴人です。さあまたクレインズがアタッキングゾーン、シュートを打っていきました。竹内、アシストに輝いた竹内がシュートを打っていきます。オフサイドが取られています。坂井がちょっと早かったですかね。そうですね。この坂田はレギュラーリーグの終盤インフルエンザと花粉症が混じっていたということで、熱が全く下がらなくて、およそ2週間リンクには乗ってなかったということなんですね。なのでまだ体調の方も万全ではないんでしょうけれども、とにかくプレーオフには欠かせない選手ということで今回は出場しているんですけれどもね。国土の中ではポイントも、ね、上位にランキングされてますしね。まあ、アシストも結果的には5位でしたけれども、30アシストを上げてましたんで、後半出てたらね、それこそアシストを狙えた選手なんですが、はい、そうですね。さあ試合の方、第1ピリオド残り時間が少なくなっています。2点を追いかける国土、打っていきました。マスコ、マスコが打っていきます。もう1回マスコ、このパックはドプソンがよくスティック出しました。しかしまだチャンスはあります。ここでブザーです。最後の最後、国土にもチャンスがありましたが得点にはなりませんでした。第1ピリオド、日本製紙クレインズはルーキー等のパワープレーゴール、そしてダーシミタニのパワープレーゴールと2点が決まっています。2対0、日本製紙クレインズのリードです。第2ピリオドが始まりました。日本製紙クレインズは3つ目のセット、国土は1つ目のセットです。重野さん、まあ、国土にとっては2点を追いかける展開となっているんですが、インターバルではどんな指示出てたでしょうかね。まあ守りをまたね、はい、固めて、まだ始まったばかりなので、ね、まあ、2点なんで、これ1点入ると、まあ、1点差に、当然1点差でね、はい、ムードも変わりますから、まあ、守りを切ってやって、まあ、ペナルティでね2点取られてますんで、そうですね、無駄な反則はするなということを注意してるんじゃないですか。ゴール裏から桑原が行きました。国土がアタッキングゾーンに入っています。第1ピリオドのシュート数は日本製紙クレインズが14本、そして国土が9本でした。クレインズがアタッキングゾーンに入れていきます。ゴールの後ろ、キャプテンの中島やつないでいきます。マスコ、伊藤健吾がキープしています。そして竹内には当たりませんでした。伊藤将俊、今リンク上に出ている伊藤将俊とダーシュミタニ、この2人がそれぞれゴールを決めています。現在2対0、日本製紙クレインズのリードです。この伊藤将俊は試合前にちょっと話を聞いたんですけれども、初めてのプレーオフでも全く緊張してないと思うんですね。今チャンスがありました。竹内から伊藤健吾にいいところにポジショニングしていたんですが、シュートは打てませんでした。パックが流れていきます。アイシングです。こ
ちらは4シーズン目を迎えました澤崎監督です。まあ、考えれば4年連続のこの日本製紙クレインズはプレーオフ進出になったんですが、4シーズン前っていうのはリーグ最下位だったんですよね。そうですね、はい、それを考えればこの澤崎監督が就任してから4位、3位、4位と、そして今年はその優勝を狙おうかという、徐々にそのチームが成長しているというのが分かりますよね。まあ、やることが浸透してきたというんですかね、はい、やらなきゃならないことがみんな確実に今できるようになったというところじゃないですかね。この澤崎監督が若い選手をこう我慢して我慢して使ってきたというのもありますよね、うまく育てながら。そうですね。竹内がキープして打っていきました。岩崎がセーブしています。まだアタッキングゾーンです。伊藤健吾まだキープしています。そして伊藤正俊シュート、岩崎がセーブしています。もう一度、ここはオフサイドです。飯塚の方が先にブルーラインを越えていました。こちらは守護神の岩崎、11年目の33歳。まあ、今シーズンはレギュラーリーグでも11年間で一番厳しいシーズンだったと話していました。まあ、国土にとってはね、はい、まあ、8連敗というのもありまして、そんなシーズン今までなかったですからね。ないですよね。まあ、シーズン最初ね、コンディションの作り方の失敗もあるでしょうし、はい、やっぱ気持ちの入り方がね、少しちょっとまずかったんじゃないですかね。ただ、高木邦夫コーチは決して岩崎だけの責任じゃないと、今シーズンはその5人の選手のもう守り攻めっていうのもいまいちうまくいかなかったので、負担がすごくキーパーにかかってしまって申し訳ないというふうな言い方をされてましたね。もちろんそうですよ。まあ、黙っててもできると思ってはやってないでしょうけども、どうかその心の隅にね、油断みたいなのがあったんじゃないですかね。考えてみれば今日の2ゴールも決して岩崎の責任ではないですからね。まあ、そうですよね。まあ、ベンチ預かっている方ですよね。また反則がありました。ありましたね。国土にペナルティーです。今の山野に対してフッキングのペナルティーが取られました。第2ピリオドの立ち上がり2分57秒、坂田がペナルティーボックスに向かいます。こう後ろから引っ掛けたということなんですけれども、なんとかペナルティーを抑えたい国土なんですが、うまくいかないですね。そうですね。今なんかでもね、本当は軽く邪魔してそのまま行かせてもいいプレーなんですけどもね、ついついこう力が入っちゃった。クレインズのパワープレーゴール、今日の2ゴールは共にパワープレーゴールです。クレインズ伊藤健吾、そして石黒、ルーキーの伊藤とダーシュ三谷がいます。ゴール前には三谷、伊藤がゴールの後ろ、さあどこに出す、国土がなんとかクリアします。まあ、クレインズの方は竹内に代えてこの石黒をパワープレーでは今シーズンよく使ってきたんですが、彼は効いてますよね、動きというのが。そうですね。ゴール前結構しつこいんですよね。はい。まあ、ダーシュ三谷に聞いてもこの石黒の存在というのはすごく大きいと、相手からパックを奪うのも早いし、そして非常に頭のいいプレーヤーだということを言ってました。パックを回していますクレインズ。国土がなんとかクリア、時間を稼ぎます。第1ピリオドの最初のキルプレーもこういうふうに守っていたんですよね。国土ですね、はい、そうですね、はい、それで成功したんですけども、はい、国土が後ろから行きます。ユールクリス、現在2点を追いかける国土、これ以上失点されるわけにはいけません。もう一発打ちます。残り時間40秒となります。クレインズがアタッキングゾーンです。さあ繋いでいきます。ゴール前には竹内がいます。シュート、伊藤健吾、リバウンドはまだゴールの後ろ、まだチャンスになります。残り時間はあと20秒、アタッキングゾーンで展開しています。現在2点リードのクレインズ、そして守る国土。ここで取り返しました。国土がなんとか踏ん張っています。そして八幡、アタッキングゾーンまで持ってきました。ここで坂田のペナルティが解けています。リンク上は5人対5人に戻りました。ただ国土はこれで反則が7つ目なので、まあ、クイーンズの倍ですよ ね。 そうですね。オフサイドが取られています、うん。
本当にあれですよね、反則してしょうがないなっていうのが一つだけでしたよね。あとはもうちょっと考えればなんとかなりそうなプレーだったんでね、まあ、本当これ以上反則やると失点するしないに関わらず得点する時間も少なくなりますんでね、スピードの展開を見る限りでは5対5のゲームでは国土の方にややチャンスありましたんで、はい、まだまだこれからなんでね、はい、リンク上クレインズちょっとラインを変えています。三谷、伊藤正俊、そして佐藤正史というラインです。ディフェンスは小林と原武、この5人です。佐藤正史が打っていきました。パックは流れてアイシングです。第2ピリオド5分37秒が経過しています。2点を追いかけます。こちら高木邦夫コーチです。まあ、国土の方は今年1月に運城監督の退任ということもありまして、その後を受けて高木邦夫コーチが指揮を取っています。まあ、長年中にいますんでね、はい、選手たちのことはよく知ってるでしょうけども、まあ、途中交代っていうことはやっぱりね、自分の考えで1年間やってませんので、はい、大変なんじゃないですかね。途中で変わってゲームを組み立てるということは。さあ、チャンスになる国土、反則が取られました。インターフェアランスのペナルティですね。国土の方にチャンスだったんですが、はい、その国土がペナルティを犯しています。これで8つ目の反則となりました。もったいないプレーですね。この人が桑原です。まあ、国土は昨シーズンまでいたマリニッチ、そしてホスターという外国人選手が抜けて、この桑原、そしてユール、もしくは八幡あたりにこのチームを引っ張ってほしいっていう気持ちはあるんでしょうけれども、なかなかうまく試合を運ぶことができません。今なんかでもね、仲間にたくさんの時間を作ってあげようというその心配りでやるんでしょうけども、それが裏目に出てるっていう感じですよね。またここから2分間はクレインズのパワープレーになります。第2ピリオドの立ち上がりにはショートハンドよく守りました国土。しかしまた4人で守らなければなりません。クレインズの方は三谷、伊藤、そして石黒、ディフェンスはディック、伊藤健吾、この5人です。アタッキングゾーンから戻されました。2年連続のリーグベスト6に選ばれました伊藤健吾がディフェンディングゾーンからアタッキングゾーンまで上がっていきました。そして新人王の伊藤正俊、今日の先制ゴールを決めています。形を作りますクレインズ。ゴール前バックハンドで打った。ここは岩崎が、これが入りました。3点目が入っています。日本製紙クレインズリードを3点と広げました。最後伊藤ですかね、多分伊藤が今打って、はい、そのもう一発また打っていきましたもんね。岩崎のレガードのところにパックあったんですけど、これを押し込んだっていうような感じでしょうね。こちらから見ていると一瞬岩崎が抑えたかに見えていたんですけれども、ゴールという判定になりました。第2ピリオドの6分40秒、今のシーンです。ここで打って、そのリバウンドをもう一発このバックハンドで打って、ここを押し込んだんですね。すごくゴールに対する執着心というのがありますね、この選手は。そうですね、ゴールは伊藤です。はい、力強さというのは、ね、感じないんですけども、アシストは石黒とダーシミタにダブルアシストになりました。このルーキーの伊藤なんですが、さっきちょっと話途中になったんですが、初めてのプレーオフでも全然緊張しないっていうふうに話すんですよね。でその、まあ、今年新人を取れたことに関しても、まあ、自分ではそれほど、まあ、めちゃめちゃ嬉しいっていうわけでもなくて、そういうタイプなんじゃないですか。まあ、そうなんですね。顔もなんかそういう感じですね。どんな顔ですか。ずっと第一セットで起用されていたので、それぐらい結果は出してもまあ当然だっていう感じなんですよね。すごく志が高いというか、自分の目指しているプレーっていうのが高いんでしょうね。そういうコメントが出るっていうのは、話し方もかっこいいですしね。
まあ、クールと言いますかね。そうですね、はい、あんまり変なあの態度しませんし、はい、声もあのかすれ声でなかなか渋いですよ。渋いですか、はい、伊藤のゴールで3点目が入りました日本選手クレインズです。さあ国土は3点を追いかける展開になっています。オフサイドです。怪我から復帰しました川口豊です。膝の靭帯を痛めていて、この選手も1週間ほどリンクには乗っていなかったと聞いています。リンク上は八幡と腰越のフェイスオフです。打っていきました片山たつき。レギュラーリーグは4位と低迷しました国土なんですが、このプレーオフでも国土らしいっていうのはまだ見えないですね。重野さんどうですか。そうですね、昨シーズンはリーグ優勝に輝いた国土、過去10回のリーグ優勝を誇る王者国土なんですが、今シーズンは本当にまだ国土らしいという本来の力は見えません。考えればここ4シーズンは全てレギュラーリーグ1位で通過している国土です。今季は4位、そしてプレーオフになんとか滑り込んだという形になりました。リックがディフェンディングゾーンで回します。そしてキャプテンの小林、リックです。そして伊藤雅俊、まあ、重野さん現在2ゴールを挙げている伊藤雅俊がリンク上出てますけれども、あのこういう短期決戦のプレーオフとかになりますと必ずラッキーボーイっていうのが出てくると思うんですけれども、はい、彼はまあレギュラーリーグでも活躍しましたけど、またチャンスになる、シュート、ここはなんとか岩崎抑えました。しかしまたチャンスを作っていきますルーキーの伊藤、本当にルーキーとは思えない活躍。酒井が打ってこー、ゴールが決まりました。坂田のゴールです。久々に試合に戻ってきました、はい、坂田が決めました。今は酒井からつないでいきましたね。酒井がまずってそのリバウンド、ちょうどいいところに出ましたね。今あの体に当たって入ったような感じもしましたけども、まあ、ゴールはゴールですけども、国土にとってはラッキーなゴールでしたね今のシーンです。まず酒井がここから打ちました。そのリバウンド、この坂田のプレーです、はい、ゴールは坂田、アシストは酒井と鈴木、ダブルアシストです。久々に試合に戻ってきた坂田が決めました。まあ、のラッシュ攻撃の、ね、基本形ですね。シュートリバウンドね、いいじゃないですか。その前の、はい、その前の伊藤のね、クレンズの伊藤のゴールが入らなかったその返しがこういう結果になったんでね、面白いですね。その直後ですもんね、はいはい、本当にチャンスの後にピンチありっていうのもありますけれども、はい、これでまた国土が少しムード良くなるんじゃないですかね、はい、内山繋いでいきます。おーっと決まった、立て続けにゴールが決まりました。国土二平太郎のゴールが決まっています。立て続けに国土に2ゴールが決まっています。決めたのは二平です。今のシーンです。なんかでもこれ入りそうな予感しませんでした。今ですね、あそこでパス、内山から行って、はい、パスをショートした時にですね、パスをするなって言おうかなと思ったんですけどね、たまたま入って入りましたけどね。国土これ股間ですよね、はい、この後、はい、ドプソンの股間を抜けていきました。大きなガッツポーズ、二平太郎がおたけびを上げています。今も二平のシュート、まあ、いいゴールだったんですけど、まあ、基本的に言うとあそこはパスは止められませんけどね。重野さんが国土に1点入って流れが変わるかもしれないとおっしゃいましたけども、はい、立て続けに2ゴールっていうのはちょっとびっくりじゃないですか、はい、逆にクレーンが良くないですよね。さあまたチャンスになるか、ユールにはつながりませんでした。しかしこの第2ピリオドの終盤になって国土が2点を返しています。点差を1点に縮めて残り時間1分です。この辺りの守りも良くなってきましたよね、はい、国土も。そうですね、まあ、もちろんあの気分的に、ね、変わりますからね、まあ、ゲームの流れの基本なんですけども、はい、失点した後の
そのプレーのそのまた失点というんですか、はい、ペナルティーとかそういうのは随分気をつけなきゃいけないんですけどね、そういう気持ちで入ってなかったのかな。ここはホイッスルです。第2ピリオド、日本製紙クレインズは伊藤の今日2ゴール目が決まって3対0と突き放したんですが、もう終盤に来てね、はい、ペナルティーありましたね、はい、エルボーイング腰越えです。92番の腰越えがペナルティーボックスです。このシーン、ユールに対してまあ、あのエルボーイングというよりもちょっとチャージングっぽいと言われてありますけどね、あまりパックとは関係のないところでしたね。そうでしたね、はい、まあ、2点、ここで返されて、このペナルティーもあんまりいいペナルティーではないですし、これ、3ピリにもかかりますんで、ちょっとグレンズベンチとしてはね、心配な要素ではありますけどね。残り48秒でか、38秒ですよね、はい、ここのパワープレーっていうのは、国土は大きいですね。そうですね、ここで入って2ピリ終わるのも大きいですし、しかもアタッキングゾーンのフェースオフ取りました、はい、国土。さあここで同点に追いつくことができるのか。あ、ニュートラルゾーンまで戻されています。残り時間30秒、第2ピリオド終盤に2点を返しています国土。ここから王者の力を発揮することができるんでしょうか。ディフェンディングゾーンからさあ上がっていきます。残り時間があまりありません。鈴木貴人、点差を1点にシュート。酒井が打った、その後坂田も行きましたがゴールにはなりません。酒井が打って、その後坂田が詰めていましたがダメでした。ここでブザーです。第2ピリオドが終了しました。このピリオドクレインズは伊藤正俊の2ゴール目があって3対0とリードしたんですが、国土は終盤に坂田、二平と2ゴールを返しています。第2ピリオド終わって3対2、リードは1点に縮まっています。国土が5人、日本製紙クレインズが4人です。国土は酒井をディフェンスの位置に入れてフォワードを4人入れています。八幡、ユール、二平、そして酒井に佐々木雄一です。そしてアタッキングゾーンに入ってセットします。立ち上がりのパワープレーチャンス、酒井ゴールの後ろパックを回していきます。国土なんとかこの立ち上がりに同点に追いつくことができれば、勢いはぐっと国土の方に傾くことになります。あと50秒あります。アタッキングゾーンに黄色と青のユニフォームが入っています。5人、5人の選手が入っています。どこに出すか、二平、ゴールの後ろ、ユール、クレインズはクリアします。時間を稼ぎます日本製紙クレインズ。ディフェンディングゾーンから川口、そしてライアンがリンク上に出ています。桑原、ライアン、春尾、鈴木貴人、坂田もいます。クレインズが時間を稼いでいます。残り時間はあと10秒。第3ピリオドの立ち上がり、国土のパワープレーチャンスです。ただまあここは日本製紙クレインズも意地で守ってきますよね。立ち上がりなんでまだ。ここで腰越えのペナルティが解けました。リング上は5人対5人に戻っています。レギュラーリーグ首位で終わった日本製紙クレインズ、セミファイナルは今年で4シーズン連続ということになりました。過去3回はいずれもセミファイナルで涙を飲んでいます。竹内から伊藤健吾、アタッキングゾーンです。伊藤健吾がゴール前、逆サイド流れていきます。キャプテンの中島がパスを出していきます。クレインズはアタッキングゾーンです。佐藤兄弟、そして腰越えが今シュート打ちました。ゴールの右に外れています。もう一発、佐藤正志が打ちました。振り抜きながら打っていきましたがゴールの右に外れました。ルーキーの大沢がアタッキングゾーンに入れてセットが変わっています。
藤雅俊、ダーシュ、三谷、竹内というラインが出ています。ディフェンスはキャプテンの小林とディック、シュート、佐々木雄一が打っていきました。ディフェンスの佐々木が打っていきました。今のシュートもいい形で打っていきましたね。今何か、はい、シュートも良かったんですけども、この守りがちょっと、はい、その前のエアポケットと言いますかね、守りが一体どうしちゃったんでしょうね。クレインズの方が、はい、こちらが佐々木雄一です。第3ピリオド立ち上がり3分が経過しています。1点追いかけているのがディフェンディングチャンピオンの国土です。今シーズンのプレーオフセミファイナルは2戦先勝ということになっています。非常にこの1戦目が鍵になる、1戦目が大切だと両チームの監督は話していました。クレーンズね、レギュラーシーズン1位で終了したんですけど、監督がね、ディフェンスの成長が非常に大きく貢献したってね、よく言ってますけれども、全くその通りだと思いますね。そうですね、はい、去年までだとゲームの、ね、最後になると3人ぐらいでゲームやってましたんでね、今年最後まで6人でやってますからね、そういった意味では一人一人の力が上がったっていうのがね、目に見えて分かりますよね。ですね、まあ、個々のスキルももちろん上がりまして、レギュラーリーグの総得点総失点を見てもクレインズが6チーム中最多の得点162点、はい、そして失点の方は最少105点ということで、まあ、本当これ素晴らしい成績ですよね。すごいですよ。最後まで体力が落ちないでね、できるっていうのもあるんでしょうけど、まあ、個々の技術も上がったっていうのはありますしね。以前ですと個々の国土の桑原選手に一人で持ってこられて、はい、みんなかわされて入れられたっていうこともありますしね。さあ桑原がアタッキングゾーン、シュート打ちました。この後マスコリバウンド、今度は三浦が打ちました。後ろからディフェンスの三浦が打っていきました。そしてクレインズ、これは反則取られました。内山がペナルティを取られています。今の佐藤正史に対してのペナルティです。スピードのある佐藤に対して腹筋のペナルティです。この辺も佐藤正史らしいですよね。まあ反則は反則なんですけどね、はい、まあいつも言うんですけども、ああいう転ぶのは僕はあんまり好きじゃないんでね、あそこで頑張ってゴールに向かってほしいですし、まあ、日本では通用するかもしれないけども、あんなプレーは世界では通用しないんでね、まあ、聞いてくれればいいんですけど、まあ、両方取りゃいいんですよ、はい、内山の方は腹筋、佐藤正史の方はアンスポーツマライコンタクトでもいいですしね、はい、リンク上は5人対4人、日本選手クレインズのパワープレーチャンスです。今日の3ゴールは全てパワープレーゴール、日本選手クレインズ。さあ3対0から追いつかれてきました。点差は1点に縮まっています。クレインズはここで突き放したい。ここではクリアします。ディフェンディングゾーンから上がっていきます。ディック、今日2ゴールの伊藤、そしてダーシュ三谷もいます。オフサイドが取られています。ルーキーとは思えない活躍を見せていました。今シーズンのレギュラーリーグ48ポイントというのは、まあ、この伊藤の先輩に当たります国土の鈴木貴人の持っていた記録を上回ったんですよね。新人レコードを達成することになりました。いや、もうすごいの一言ですよね。その鈴木貴人のことをすごく尊敬してるって話してたんですけれども、はいはい、まあ、リーグ最終戦にはその鈴木貴人選手によくやってんなお前というふうに声をかけられたと話していました。背番号も多分伊藤選手の18番を ね、はい、意識してつけた。決してクレンズの OB の人の番号じゃないと思うんですけどね、はい、現在2ゴールを挙げています。もしかするとハットトリックと、また回り込んで打っていきました。ハットトリックというのもあるかもしれません。このルーキーの伊藤正俊です。なんか彼のところにチャンスが巡ってくるんですよね。まあ、極端なこと言ったら、他の選手のところにチャンスが行ってもね、最後には伊藤に回ってくるということで、国土の守りが伊藤の方に行っても別にいいんじゃないでしょうかね。もともとゴール前のポジショニングは非常に、伊藤健吾ゴール前、岩崎が倒れています。そして抑えています。伊藤健吾もゴール前へ倒れています。そしてその上に三浦が乗っていたんですが、大丈夫でしょうか。今のシーンです。今も伊藤のところにタッチが出そうだったんですけどね、
伊藤健吾が行ってここから後ろからゴール前積極的に行きました。守護神は岩崎です。まあ、この岩崎今日は3失点ですけれども、個人的にはレギュラーリーグを通してもコンディション的には悪くなかったというふうに話していましたね。そしてまあなんとか4位にレギュラーリーグ悪い成績でも滑り込んだんだから、なんとかこのプレーオフはみんなで集中して2戦先勝したいですというふうに話していましたね。シュート、小林が打ちました。岩崎が抑えています。11年目を迎えていますベテランの岩崎、そしてこちらはキャプテンの小林です。このキャプテンの小林も今シーズンからチームを引っ張ることになりました。今のシーンです。レギュラーリーグは後半4試合連続のゴールだったんですよね。最終戦まで今のシュートです。非常にキャプテンなんですけども練習熱心で、そして面倒見もいいので、はい、まあ、若い選手にとっては彼の言う言葉がすごく重みがあるというふうに話していました。ゴール前、飯塚がいますが国土もよく守っています。残り時間は10秒です。日本製紙クレインのパワープレー、シュート打ちます。山野、今度はゴール裏越越え、さあ小林、ここで内山のペナルティが解けました。リンク上は5人対5人に戻っています。今のパワープレーチャンス攻めてはいましたよね。いいんじゃないですかね。シュートも打ちましたし、ただまあディフェンスを含めてゴールキーパーの岩崎がよく守っていたという、はい、アタッキングゾーンにポンとクレインズが入れていきました。伊藤健吾、ディフェンスゾーンから上げていきます。これ本当試合わからないですね。現在1点のリードしているのは日本製紙クレインズです。ゴール前、岩崎が抑えています。11年間で今シーズンレギュラーリーグは一番辛いシーズンだと話していました岩崎です。ゴールの後ろ八幡、第3ピリオドも11分を経過しました。まだ両チーム得点がないんです。このピリオド、ゴール前、ユールからつないで八幡、打てない、打てませんね今、はい、クレインズもよく守っています。ユールと八幡とつないでチャンスを作りましたが最後打てませんでした。さあ今度はクレインズアタッキングゾーンに入ります。原武、そしてルーキーの伊藤雅俊、国土が取り返したアタッキングゾーンです。今日ゴールを決めている二平です。アウトオブバウンドです。ここで反則がありました。上に乗っているのは腰越えですね。二平と腰越えです。今どちらかが反則取られましたよですね、はい、まあ、順当にいくと、あ、国土ですね。どうですか、二平太郎がペナルティーボックスに入ります。二人ですか、両方ですかね、両方ですね。ゲームアウトですか、二人とも。今両チームの選手が戻ったんですが、怪我の治療でしょうか、ね、ちょっと怪我の治療ですね。腰越えが今ベンチで額のあたりに何か治療を施しています。あ、ちょっと血が出てますね。あ、目の上のあたりでしょうか、左目の上出血しています。交錯した時に何でしょう、そうかね、ちょっと心配なんですが、コグドンがダブルマイナーでしょうかね。
試合が再開されました。ペナルティーですが、日本製紙クレーンズの腰越えはラッフィングによるマイナーペナルティー、そして国土の二兵はハイスティックによるダブルマイナーペナルティーで4分間の退場です。ですのでリンク上は5人対4人の日本製紙クレーンズのパワープレーを迎えています。第3ピリオドも中盤、まもなく12分を経過するところです。クレーンズはこのパワープレー大切に戦いたいですね、重野さん。そうですね。おっと、今度は国土のチャンスになる。ここでクレーンズが取り返しています。三谷、伊藤です。今日2ゴールの伊藤、このパワープレー生かすことができるんでしょうか。今日の3得点はいずれもパワープレーゴールです。クレーンズ、伊藤健吾のシュートは岩崎が掴んでいます。お腹のあたりで掴んでいます。ちょっと伊藤健吾も体調がね思わしくないんで、はい、今のシュートは弱かったですね。コンディションがあんまり良くないですってね、なんて言ってましたね。今のシュートです。2年連続のリーグベスト6に選ばれています。そして日本代表としても活躍している伊藤健吾です。国土は4人で守っています。三谷のシュート、強烈なシュートです。さあ繋いで伊藤健吾、そして三谷、パックを回していきます。三谷がシュート、岩崎が掴んでいます。リバウンドが出たらこの伊藤雅俊がすぐ打とうというゴール前にポジショニングしていましたけれども、いや今もいいポジションからいいシュート打ってますよ。岩崎よく取れましたよね。今のシーンです。ディックから三谷、ここから打ちました。もうちょっとずれてるともう入ってもおかしくないですよね。レギュラーリーグでは得点王とポイント王の2冠を達成しています。リーグベスト6にも当然選ばれているダーシュ三谷、今日も1ゴールを挙げています。ニュートラルゾーンまで戻されています。三谷は今シーズン何としても優勝したいというふうに本当話してましたね。まあ、セットとしても非常にコミュニケーションがよくできているので自分の成績も結果が出たというふうに話していました。ゴール裏から石黒、そして伊藤が打っていきます。角度のないところから打っていきます。伊藤雅俊、ハットトリックを狙って伊藤が打っていきました。またここで反則です。今の佐々木雄一の三谷に対するペナルティです。後ろからちょっと行きましたね。ゴール前の三谷に対してのペナルティが取られました。まあね、普段でもああいうことやってるんですけどもね、この大事な場面でちょっと我慢してほしいなっていう感じしますけどね。クロスチェッキングのペナルティです。あと28秒でペナルティが解けるところだったんですが、ここから28秒間はまあ5人対3人ですよね、はい、クレインズタイムアウト取りましたね。そうですね、ここでクレインズタイムアウトです。28秒間が5人対3人、そしてその後もおよそ1分30秒間5人対4人のパワープレーが続きます。日本製紙クレインズが大きな大きなチャンスを迎えているこの第3ピリオドの終盤です。フェースオフもオフェンスゾーンでできますし、そうなんですね、2日前練習見に行ったんですけどね、はい、5対3練習やってましたよ。これ、はい、今1点リードしてますけれども、まだクレーンとしては油断ならないじゃないですか。ここでもう1点取るともう決まってしまいますよね、はい、大きくもう勝利に近づきますよね。それはもう十分相手チームの国土も分かっていると思うんですが、ここをしのぎきれるでしょうか。ディフェンディングチャンピオンの国土、国土の3人は酒井、そして中島や三浦の3人です。クレインズの方は三谷、石黒、竹内、そしてディックと伊藤健吾、この5人が出ています。5人対3人の圧倒的なチャンスが28秒あります。現在1点リードの日本製紙クレインズ、ホームのこの釧路タンチョアリーナで、さあセミファイナルの初戦を飾ることができるんでしょうか。現在1点リード、しかしこのパワープレーなんとか得点にしたい。酒井がこの辺りは酒井らしいプレーですね。ベテランらしい守りを見せます。三谷、そして石黒キープしています。5人対3人、あと9秒。伊藤健吾、ゴール前には三谷、そして石黒へのシュート、よく体で守りました。中島が体で守りました。国土、ここで1人戻りました。国土、それでも5人対4人、パワープレーが続きます。クレインズのパワープレーチャンス、
あと1分20秒あります。ここでさあ点が決まるのか、抑えています、岩崎がキャッチしています。ディックのシュート、重野さん、はい、あと1分15秒ありますけれども、逆に国土がここをしのぎ切ったらまた国土にもチャンスがありますよね。そうですね、 もちろんそうですね。両チームにとって非常に大きな重要な時間帯になりました。第3ピリオド、まもなく14分です。クレーンズのベンチとしてはね、ここで1点欲しかったっていうのがありますし、時間がこうあると逆に国土は行くぞっていう気になりますんでね、はい、今日の3ゴールはいずれもパワープレーゴールです。日本製紙クレーンズ、まあ、クレーンの方は腰越えが今いないんでちょっと厳しいところもありますよね。そうですね。セットが変わって山野、飯塚、そして伊藤という、ルーキーの伊藤というラインを組んでいます。キャプテンの小林から岸辺、アウトオブバーンズです。腰越えが怪我の治療からまだ戻ってまいりませんので、このパワープレーもラインが若干変わっています。ここでまたセット変わりますね。ここはやっぱ勝負ですからね。またあの一つ目のラインに出てきましたよ。ダーシミタニ、石黒、そして伊藤健吾とディック、ルーキーの伊藤正俊はそのままです。あと56秒、さあクレインズが追加点を入れるのか、それとも国土がしのぎ切るのか。時間を稼ぎます国土、両チームにとって非常に大切なセミファイナルの第一戦です。先ほどの5-3のパワープレーですけどね、はい、パスがこう回って良かったんですけど、ちょっとずつポイントがずれてシュートまで行ってないっていうのがあるんですよね、クレーンズね。その辺は何が原因なんですか、焦りなんですか。まあ、あの焦りと言いますかね、あのちょうどあのパスを上手に回しすぎなんですよね。何て言ったらいいんでしょうね、ステップのブレードにブレードにパスをするっていうことは、キーパーに対してあの向かっていってないんで、ああなるほど、はい、ちょっとマイナスマイナスになってるんですよね。分からないかな、ちょっと難しいですね。いやいやいや、なんとなく分かります。あと 10秒ですよ、藤野さん、はい、もうダメですね、もう時間がないですね、はいはい、アタッキングゾーンに入ってはいたんですが、なかなかいい形で展開できません。三谷から、ここで国土選手が戻りました。リンク上は5人対5人に戻っています。そして時間の方は第3ピリオド15分が経過しています。このピリオドに入って両チーム得点がありません。今のパワープレーはどっちにとってこの後影響するでしょうかね。そうですね、まああの、まあ、お互いのベンチでね、ほんでね、いやここからだって言うんじゃないですか、やっぱりいつこれ6人攻撃かけるでしょうかね。でもお客さんもなんかこう緊張してるんじゃないでしょうかね。1点追いかける国土はどのタイミングでキーパーを上げて6人攻撃をかけてくるんでしょうか。クレインズがニュートラルゾーン、アタッキングゾーンに入れていきます。あともうクレインズはあのスコアを追いしないで、はい、ニュートラルゾーンであの当たるというんですかね。一方クレーン、あの国土の方はですね、多少ギャンブルしてもあのゴールに向かうというんですか、先ほどチャンスあるんですけど、キーパーにシュートがいってそれがこうリバウンドが出るようなシュートは打ってないんですよね。効率的なシュートっていうのはないですよね、はい、ここぞっていう時にゴール外してみたり。両チームの疲れっていうのはどうですか。いや、あるけど関係ないですね。試合の方はもう終盤、1点追いかける国土、アタッキングゾーンです。ユールクリス、そして二瓶、八幡がいます。この八幡がゴール前打っていきました。ゴールが決まった。国土はこの終盤土壇場で追いつきました。第3ピリオド17分37秒、八幡のゴールで試合を振り出しに戻しました。国土が意地を見せます。先ほどは5人対3人というもう本当に圧倒的なピンチをよくしのいだ国土がこの終盤になって貴重な同点ゴールを決めました。あ、ゴールは二平ですね。電光掲示板は二平というふうになりました。ちょっと今見てみましょうか、はい、これ八幡ですよね。八幡ですね、はい、シュートがもう本当のゴールの隅で良かったですよね、はい、ちょっとどこのポジションも低かったのかなっていう気もしないでもないですけども、
王者の国土がこの土壇場終盤で意地を見せてきました。やはりただでは終わりませんね、このセミファイナル。この試合3対0とクレインズがリードしていたんですが、ニピリに2ゴール、そしてこのあっと三振になる、ゴール前竹内がいたんですが、今も、はい、今もね、さっきのパワープレーと一緒でシュートの最後のパスがポイントちょっとずれてるんですよね。やっぱりこうあれだけ良かっただけに立ち上がりというか中盤までですね、はい、まさか追いつかれるとは思っていなかったと思うんですけれども、まあ、最後までわからないですよ、はい、もう1分切っています。 あと50秒、さあチャンスになる、リバウンドは国土がクリアします。今日2ゴールを挙げているルーキーの伊藤正敏、国土がアタッキングゾーン、ゴール前ユールが打っていきます。ドプソンがセーブ、よく守りました。ドプソン今もユールらしいプレーでしたね。さあ今度は三谷、心がクリアします。残り20秒切っています。現在3対3、シュートは力がありません。や二平、クレインズがディフェンディングゾーンからアタッキングゾーンに入れてアイシングです。あと5秒となりました。ちょっと嫌な時間帯のフェースオフですね。今原武選手もう一歩前出て放り込んで欲しかったですけど、国土のアタッキングゾーンかのフェースオフということになりますが、はい、ワンチャンスありますもんね、5秒だと、はい、この5秒でもワンチャンスがあります。それがアイスホッケーの面白いところです。このフェースオフなかなか楽しみですよ。酒井も上手ですし腰越えも強いですから、フォワード4人入れています。酒井、坂田、鈴木、そして桑原が打っていきました。ドプソンがキャッチ、あと1秒で掲示板、時計が止まっています。1秒だとちょっと無理です。ちょっと1秒では難しいですね。さあフェースオフは腰越と酒井、ここでブザーです。第3ピリオドが終了しました。セミファイナルにふさわしい試合となりました。3対3の同点でこの後15分間のインターバルの後延長戦にもつれ込むことになりました。20分間のサドンデス方式による延長戦に入りました。決着がつくまで繰り返し行われます。リンク上は日本選手クレインズが1つ目のセット、国土の方も1つ目のセットが出ています。国土がアタッキングゾーンに入れていきます。茂野さん、はい、3点リードしていたクレインズ、そして追いついた国土なんですけれども、この延長戦まずどういうところを注目していったらいいでしょうかね。やっぱりベンチがね、この、はい、インターバルの間にどういう指示をしたかということなんですよね、はい、まあ細かい戦法っていうんですか、はい、そういうのは言われるでしょうけども、勝ちたいと思ってゲームをするか、はい、負けたくない、負けないようにゲームをするか、ここがちょっと大きな境目っていうんですかね。まあ国土ベンチでいくと、はい、多分ここまで追いついたんですから、うん、もう当然勝ちにいってると思うんですよ、はい、一方クレンズではね、そのちょっと劣勢のところありましたんで、はい、負けないように少しこう守りを中心に国土の失敗をそこをついてゴールするというような話をされたのかなと予想してるんですけ ど、うん、ちょっと分かりませんけどね。両チームそれぞれ思惑がありますよね、はい、まあ、ただ日本選手クレンズの方のゴールは全てパワープレーゴール、国土の方は5人対5人のゴールですよね、はい、そうやって考えると反則っていうのはやっぱり大きいですね。そうですね、どっちにとっても、もう延長に入りますんでね、レフリーもあまりそう簡単なペナルティーは多分取らないと思うんで、はい、まあクレンズがね、パワープレーのチャンスあれば、はい、もうそれはもう大きなチャンスなんでね、国土はそれは重々してますんで、はい、それならもう注意してやると思うんですけども、クレインズの方がアタッキングゾーンに入っています。クレインズの方のゴールはルーキーの伊藤正敏の2ゴール、そしてダーシュミタニの1ゴールです。国土の方は坂田、二平、八幡のゴールがありました。日本選手クレインズは今シーズンレギュラーリーグで延長 V ゴール勝ちというのが2回あるんですが、
1回はルーキーの伊藤のゴール、そしてもう1回がダーシュ三谷のゴールなんですね。なんでやっぱりこの1つ目のセットっていうのがかなり鍵になってくるように思うんですけれども、まあ、クレンズの得点の、ね、半分ぐらいは半分なんですけど、多いかなり多いですからね、はい、まあ、そうなっても不思議ではないんですけども、特に今日の流れでいくとね、この三谷のラインがチャンスありますんで、動きいいですよね、はい、いいですよね、かなり期待できるんじゃないでしょうかね。まあ、一方国土の方はね、はい、八幡のラインですか、うん、そこが今日得点のほとんどなんでね、はい、いかに逆にクレンズがそこで守るか、まあ、国土とクレンズ相反するもので面白いんじゃないですかね。そうですよね、はい、ニュートラルゾーンからさアタッキングゾーンに入れていきます国土です。桑原、そしてマスコ、内山というラインが出ています。マスコゴール前、内山チャンスだったんですが空振りになってしまいました。少しタイミング合いませんでした。もう一度戻しましたがアイシングです。レギュラーリーグをチーム史上初めての首位で終えた日本製紙クレインズ、一方ディフェンディングチャンピオンながら4位で終わった国土との第1回戦です。今のシーンです。このマスコからゴール前の内山に、これいい形だったんですけれどもね、はい、ちょっと画面に入ってませんでしたけども、パック触れればビッグチャンスでしたね。3点ビハインドから追いつきました。試合を振り出しに戻している国土です。国土はキープしています。ユールから二平、この2人は今日ゴールを挙げています。まあ、ただ国土の方は本当に少ないチャンスをものにしての得点ですよね、この試合だけを見ると、はいはい、あ、また選手が伊藤健吾とユールですね、フェンス際で、そして今度はユールと原武、しましたね。この延長戦で力を発揮してもらいたい選手なんですけれども、こういうことになっちゃうんですよね。まあ一人でもね勝ちたくないと思う選手がいればね、まあ負けにつながるっていうのがねあるんじゃないですか。さあビッグチャンスになったのは日本製紙クレインズ、4分間のパワープレーチャンスが巡ってきました。今日の3得点はいずれもパワープレーゴールです。そして強力なセット、あっと国土がチャンスになっています。酒井ゴール前、鈴木、あわやショートハンドの国土がゴール前攻め込んでいきました。ロプソンが抑えています。まあ、レギュラーリーグでは今シーズンパワープレーの時に失点しているのが日本製紙クレンズ、4ゴールありました。気をつけなければなりません。まあ、クレンズにしてみればね、このクリス・ユール選手がね勝ちなさいというチャンスを与えてくれたんだから、まあ、遠慮しないでここでこうです、ね、決めるべきことはね決めた方がいいと思いますけどね。4分あるってことは、はい、早く攻めた方がいいんですか、それともゆっくり攻めていいんですか。シュート、まあ、ダーシュの右上、ゆっくりでも早くでも1点取れば勝ちなんで、まあ、どっちでもいいです。さあ今度は国土ゴール前突っ込んでいく、バックハンドでいきます。でも、ね、鈴木貴人、はい、ああいうふうにのんきに構えてると向こうも攻めてきますんでね。ショートハンドでも国土は非常に積極的に攻めていきます。18番の鈴木貴人です。4人で守っています国土、ショートハンド、もう1点が入った時点で試合が決まってしまいます。プレーオフのセミファイナル3対3で延長戦にもつれ込んでいます日本選手クレインズ対国土の1回戦です。現在日本選手クレインズが圧倒的なチャンス、4分間のパワープレーチャンスをもらっているんです。ただ国土がアタッキングゾーンに攻める場面が多く見られています。ここで反則です。ペナルティ取られました。ボーディングですね。国土の選手1人倒れています。内山ですか、まだ倒れてますね。ちょうど振り向いた時にちょっと横からドンとぶつかりましたんでね。今のシーンですね、これ山野が後ろから、はい、ちょっと激しかったですね、はい、ちょっと危険な
シェーキングでしたけどね。リンク上は4人対4人の攻防となっています。日本製紙クレインズが4分間の圧倒的なパワープレーチャンスを迎えていたんですが、その半分が終わるか否かというところで10番の山野、クレインズの10番山野にボーディングによるメジャーペナルティおよびゲームミスコンダクトペナルティがありました。山野は退場となっています。そしてペナルティボックスには代わって19番の中村達也が入っています。石毛さん、ちょっと危ない場面でしたね。はい、完全な後ろではなかったんですけどね、はい、ちょうどあのターンしかけた時に当たりましたんでね、はい、ちょっと山野君ももう少し還元してくれればよかったんだけども、これはクレインズにとってもったいなかったと見ていいんですか。そうですね、あのパワープレーのチャンスもありましたしね、はい、4分間という長いパワープレーでしたからね、はい。そして重野さん、これ今4対4ですけれども、あと2分弱ですね。そうしますと今度は国土のパワープレーになるんですね。はい、それとですね、あの3ピリ の後半からあの今にかけてですね、出場する人間が結構限られてきてますんで、その辺もちょっとどういうふうに影響するか、あれですね。ダーシュ・ミタニが強烈なシュートを放ちました。オフサイドが取られています。こういうちょっとラフな展開になると選手のモチベーションというのはどうなんでしょうかね。今のまあダーシュのシーンです。ここから打ちました。今日も1ゴールを挙げていますダーシュ・ミタニです。4人対4人、クレインズがアタッキングゾーンです。キャプテンの小林打ちました。ゴールの後ろを回ってニュートラルゾーンまで戻っています。クレインズがもう一度アタッキングゾーンに入りますが、パックは国土がキープしています。3対3で20分間のサドンデス方式の延長戦に突入しています。日本製紙クレインズ対国土のセミファイナル第1戦です。あと1分で国土もペナルティが解けまして、その後およそ2分間国土のパワープレーチャンスになります。ビックがキープしています。打っていきました。片山です。ボールの後ろどこに出そうか、桑原に出して桑原がアタッキングゾーンに上がっていきます。体が大きい桑原、抑えられてもシュートを打っていきます。そしてゴールの後ろ、今度は二平、4人対4人、国土がシュート、二平太郎が打っていきます。バックは戻されています。国土のペナルティもう解けます。まもなくユール・クリスが出てきました。さあここからおよそ2分間国土のパワープレーチャンス。さあユールが行きます。クレインズがクリア。今度は国土のチャンスです。重野さん、そうですね、第2ピリオドの終盤に2点、そして第3ピリオドの終盤にも1点を返して3点のリードから追いつきました。国土王者の意地を見せます。そして今は5人対4人パワープレーチャンスを迎えている国土です。さあゴール前シュート、ユールが打っていきます。ドプソンはもう体勢倒しながらなんとかセーブ。今腰越がよく戻りました。よく戻りましたね、はい、いい守備を見せました腰越。シュート長い距離から打っていってリバウンド、引っ込んだ。国土のパワープレー、あノーゴール、ノーゴールですね。レフリーのジャッジノーゴールです。山田さんの両手が上がっています。延長 V ゴールかと思われましたがノーゴールの判定が出ました。一瞬この釧路の単調アリーナ凍りついた感じもしましたけれども、お客さんがほっと今拍手を送っています。今のシーンちょっと見てみましょうか。ここから打ってその出たところ、これですね、ユールが決めたかと思ったんですが、多分レフリーの目からパークが離れたんで、ホイッスルが先にあったということで、はい、ノーゴールという判定でした。今クレインズの人は非常にラッキーでしたね。ラッキーですね。放送席の方からパック見えましたからね。見えましたからね、はい、ユール
は今日ゴールがありません。ダーシュ三谷に次いでレギュラーリーグではゴールランキング2位につけていました。ユールが延長 V ゴールかと思われたんですが、シュート川口が打ちました。ロクソンがキャッチしています。ゴール前坂田もいましたが、リバウンドを打とうかという坂田の動き、ロクソンがきっちりと掴んでいます。この川口のシュートです。さあパワープレーの5時間は1分14秒、また打ちました川口。もうどんどんディフェンスから積極的に打っていきますね。いいじゃないですか。あの日本選手権ではこの川口に今のようなところからシュート打たれて負けてるんですよね。延長じゃなかったかな、はいね、非常にシュート力がある川口です。まあ、リーグの終盤は膝の靭帯を痛めて欠場していたんですが、このプレーオフではしっかりとチームで自分の仕事をしています。残り時間はあと1分ほどあります。もう両チームかなり疲労はあるんでしょうけれども、延長戦に突入しているんです。8分15秒が経過しました。キャプテンの中島がアタッキングゾーンに入れます。そして鈴木貴人、あと45秒、クレインズは守りきれるんでしょうか。先ほどは幻のゴールがありました国土です。形を作ります。さあ川口、坂田、今日ゴールを決めている坂田、シュート。このリバウンドオフサイドです。ゴール前に鈴木もいましたが得点にはなりません。今もクレインズのベンチするとね、ヒヤッとしたんじゃないですか。変な角度変わったような感じにしましたけどね。今のシーンです。ここから打ちました。ここですね、クレインズの選手に1回当たってますもんね、はいはい、今微妙な変化でしたよ。こちらが4シーズン目を迎えました守護神ドクソン。レギュラーリーグはわずか1試合だけ平岩に先発マスクを譲りましたが、それ以外は39試合すべてにスタメンマスクでした。守備のチームと言われる日本製紙クレインズ、レギュラーリーグを1位で通過したのはこのドクソンの力によるところが非常に大きいと各選手がそれぞれ話しています。残り時間もうありません。まもなくクレインズのペナルティが解けます。さあユールがスピードに乗って逆サイド、選手がいません。ここでペナルティ解けました。リンク上5人対5人に戻っています。日本製紙クレインズもよく守りました、ショートハンド。さあここからは5人対5人の攻防です。ファイナル進出に向けて、さあダーシュ三谷1人かわしてゴール前、岩崎が体勢崩していましたがゴールは割れません。そして国土シュート、酒井が打ちます。今のダーシュ三谷のパスもそうなんですけど、先ほど竹内に出したパスもそうでしたけど、はい、ちょっとずれてるんですよね。微妙なんですよね。アイシングが取られます。まああのね、延長に入って長いんですけれども、あのだらけてませんからね、ゲームがね。まだ見てるなとするとね、ちょっと緊迫感があって私もちょっと体硬くなってきました。あ、そうですか、はい、シュート打っていきます。もう一発打とうかという二兵が打ちました。八幡、二兵、ユールというラインが出ています。ユールクリス、シュート、あっと反則ですね。国土のペナルティ、ハイスティックのペナルティがありました。際どい時間帯で国土にペナルティがありました。八幡がハイスティックです。これはちょっと納得いかないという表情ですが、今ペナルティーボックスに入ります。今のこの三谷に対してですかね。ですね、かかってるというかかかってますよね。肩口にちょっと引っかかってますね、はいはい、重野さん、15分17秒、ここでパワープレークレインズ、はい、どう見ますか。いや、今ちょっと間を置いてますからね。あの三谷のところが出てて、次にね、今腰の出るんですけど、この間が三谷また休めますんでね、休憩させてる、はい、すぐ出てくるんじゃないですかね。クレインズはここですね。もうそうですね、この今回
この試合はですね、6回目か7回目ぐらいのパワープレーなんで、そろそろ確率的に言うと入ってもおかしくない回数ではあるんですけどね。今シーズンはレギュラーリーグで2度の延長 V ゴールがありました。日本静粛レインズ三谷とルーキーの伊藤雅俊が決めています。その2人は共に今日ゴールを決めています。特にルーキーの伊藤の方は2ゴールという今日活躍を見せています。どうもそのあたりがポイントになりそうな気もしますけれども、ここのもう一つのパワープレーラインですけど、ここも侮れませんよ、はい、ここもなかなかこう取ってますんでね。そうですね、はい、飯塚です。24番の飯塚から国土が時間を稼ぎます。4人で守る国土、今日は3点のビハインドから意地で追いつきました。国土この短期決戦で何としても勝ってファイナルに進みたいと話していました国土です。レギュラーリーグの不甲斐ない試合をこのパワープレーではお客さんにいいところを見せて自分たちの違うプレーを見せたいと話していました。国土が粘りを見せたプレーを見せています。クレインズの方はさあルーキーの伊藤出てきました。そして石黒史郎、さらに三谷がリンク上です。レギュラーリーグから非常に好調なこのセットが出てまいりました。日本静粛レインズパワープレーの残り時間はあと1分あります。さあこのパワープレー生かすことができるんでしょうか。今日の3ゴールはいずれもパワープレーゴールです。日本静粛レインズホームとなる釧路の丹頂アリーナ、今日は2000人近い人が詰めかけています。セミファイナルの初戦をなんとか白星で飾りたいクレインズ、しかしこのアタッキングゾーンでなかなか形になりません。スーッと伊藤雅俊がゴール前、三谷がキープしています。そして伊藤シュート、岩崎がセーブします。あと25秒です。もう一度形を作ります。どういうプレーを見せるかクレインズ、もうあと10秒です。三谷距離かわしてゴールの後ろディックパスをつないでいます。シュート打った岩崎、ここはホイッスルです。今のクレインズの攻めちょっと時間かけすぎですね。ちょっとパス回しすぎましたか、はい、時間かけすぎですよ。最後に三谷打って今伊藤がね、はい、リバウンド出ましたでしょ。あれもっと何回も何回もね繰り返すとね、あれですね、できるだけいい形で打ちたいっていうのがもちろんあるんでしょうけれども、はい、クレイズのパワープレーの基本は、はい、いいチャンスを作るより、はい、シュートをたくさん打ちなさいっていうのが、はい、クレイズのパターンなんで、そうですね、はい、それで今シーズンうまくいってきたんですもんね、はいはい、その辺、まあ、ベンチに戻って監督から何か指示が出ているかもしれません。守護神の岩崎ピンチを迎えています。国土ショートハンドはあと3秒です。クレインズがアタッキングゾーンです。ここを守りきると国土にもまたチャンスが巡ってくるでしょう。もう時間ありません。しのぎました国土。そして八幡が戻っています。その八幡にはさあアタッキングゾーン2対1になるか、打ってあー決まった二平太郎のゴールが決まりました。延長 V ゴールは国土、苦しいショートハンドをしのいだ後わずか10秒余りで二平太郎の延長 V ゴールが決まりました。いとも最後は簡単にあっけなく決まってしまいました。国土が延長 V ゴール、今日2ゴール二平太郎が活躍を見せました。重野さん、はい、最後はちょっとあっけなかったですね。まあ勝負ってこんなもんだと思うんですけどもね、よく国土がね最後パワープレー、このクレイズのパワープレーをですねよくしのいで、その終了間際ですね、これ逆サイドから八幡も滑り込んでいたんですけれども、二平太郎の打ったシュートがそのままドプソンを一旦弾いたんですが、はい、後ろにコロコロっと転がってゴールネットに吸い込まれていきました。今日2ゴールの活躍二平太郎、いやすごい試合になりました。プレーオフのセミファイナル日本静粛レインズ対国土の1回戦、3対0とクレインズがリードして試合を進めていたんですが、国土が終盤に同点に追いついて、そして延長の末二平の延長 V ゴール、まずは国土がセミファイナル初戦を飾っています。重野さん、このあと中1日挟んで2戦がありますが、はい、
まあ、両チームに対して何かありますか。そうですね、クレンジョは第1ピリオドね、開始早々持ち味のパワープレイ生かして速い攻撃でリードしてたんですけれども、中盤から何て言うんですかね、動きがこう止まって、自分本来 そのクレンジョのペースで試合できなかったと。一方国土ですね、2ピリ以降持ち前の攻撃力を生かしてスピードをこうどんどん生かしてね、シュートを多くやってましたんで、まあ、クレンズが自分たちの本来持ってるホッケーをできてなかったのかなっていう感じがありますんでね、まあ、ここは1日ありますんで、まあ、また忘れてシーズン中のいいところを、ね、出せるように、まあ、気持ち変えれば別に問題ないんじゃないですかね。まあ、なんか1日置いて次の試合もこのホーム単調アリーナで行われるわけですから、はい、そこでなんとかクレインズにはお客さんにね、ホームのファンの人にいいところを見せてもらえるといいですよね。そうですね。釧路の単調アリーナからお伝えしてまいりました、日本製紙クレインズ対国土のセミファイナル第1戦、試合の方は延長の末4対3で国土が逆転勝ちを収めています。この放送解説には日本製紙クレインズ元コーチの重野健二さんを迎えしてお伝えしてまいりました。重野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。とにかくセミファイナル、まず第1戦おめでとうございます。ありがとうございました。素晴らしい逆転勝利。そうですね、今日はやっぱり失点ビハインド、ずっとね、でも諦めないで、諦めないっていう気持ちはやっぱり選手みんなにあったんですか。そうですね、みんなですごいチームワーク、今日はすごいチームワーク、しかも2ゴールですよ。はい、そうです。今日はね、なんていうの結構いいスティックで、じゃあガンガンシュートで、じゃあ2点で、はい、ラインとしても良かったですよね。八幡さんも、そしてユールも、そして二平さんも。そうですね、結構みんなね、動きとパスはとシュートと全部いいね。最後延長 V ゴールはね、ショートハンドの後、はい、すぐチャンスが巡ってきましたよね。はい、そうですね、ユール、コーナーでパック取ったね、僕じゃあ真ん中ちょっと空いてた、そしたらパックもらった、2対1で、でもやっぱりシュートの方がいいね、そしたらシュートで。この初戦勝ったっていうのはすごく大きいと思うんですけれどもやっぱりそうね、3試合だけね、そしたら1試合目は多分すごい大事なね、そしたらすごい嬉しいね。じゃあ最後にファンの方にメッセージを、また明後日応援してください、頑張ります。